スーダンはケニアのライキピアカウンティに所在するオルペジェタ自然保護区で飼育されていたオスの北サ祭である。絶滅に瀕している北サ祭のオスとしては最後の一頭であった。2009年にチェコのドブール・クラーロベー動物園からオルペジェタ自然保護区に引き取られて飼育されていたが老齢化に伴う死の感染症が悪化したため最後は安楽死で生涯を終えた。スーダンの死により 生存する北シロサイの個体はスーダン自身の娘と孫にあたる2頭のメスのみとなった。シロサイは陸上に生息する動物のうち最大のものの一つとされ、オスの体長は370から400センチメートル、体重は2300キログラム、メスは体長が340から365センチメートル、体重は1700キログラムに及ぶ。この種は、 ケラトテリウムサモムサモムと、ケラトテリウムサモムコットニというニア種に分かれている。南シロサイは南アフリカに分布し、北シロサイは中央アフリカ共和国、今後、南スーダン、ウガンダなどに分布していた。この内ア種、CS コットニを独立種とみなす学説も存在する。寿命は45年から50年程度とされる。シロサイはクロサイよりもおとなしい性質であり、 容易に近づくことが可能である。その巨大な体育のために外敵を恐れる必要は少ないものの性質のおとなしさから人間からの攻撃には無力である。白菜はかつて現在のサハラ砂漠を含めたアフリカのほとんどの地域に広く生息していたことが化石や骨、古代の壁画などから判明している。WWF によれば1960年の時点で アフリカで生息する北サイの個体数は2000頭以上を数えていた。しかし人口の増加による生息地の開発や過度を目的とする密漁の横行によって個体数が急激に減少した。北サイと近縁の南サイは繁殖や個体の移住活動などの保護政策や管理下における一定数のスポーツハンティングの容認などが高を、そうして 個体数は約2万頭にまで回復していた。サイ類の角は人間の爪と同じくケラチンでできていて、古代から中国では漢方薬として使われていた。ブラックマーケットにおける取引ではサイの角が金よりも高い価格で取引されるため、アフリカ南部では組織犯罪による密量の激増が指摘された。加えて、 生息地での内戦が勃発したことによって保護活動が中断したため、北白菜の減少に歯止めをかけることはできなかった。今後民主共和国では1960年に1200頭いた北白菜が1984年の時点では15頭にまで減少し、ウガンダやスーダンでも戦争の影響で生息数が激減した。1987年の時点でウガンダ、スーダン、 中央アフリカでは生息が確認されず、今後民主共和国では22頭のみの生息が確認されていた。野生の北シロサイは2008年までに絶滅したと推定されている。スーダンスーダンは1975年2月、推定2歳の時に南スーダンで捕獲され、チェコのドブールクラーロベー動物園で飼育されていた。ドブールクラーロベー動物園が 財政難に陥って繁殖計画を断念したため、2009年にオスのスに、そして自分の子、ナジン、孫、ファトゥという2頭のメスと共にケニアのオルペジェタ自然保護区に移動した。すでに記述した通り、1960年の時点でアフリカにいた北白菜の個体数は2000頭以上いたものの、1984年の段階では15頭まで減少していた。 1990年代後半には、生息地のコンゴ民主共和国で内戦が勃発して、保護活動が中断した。国際自然保護連合が発表した報告によれば、2013年だけでも、密漁が原因で11分に1頭の割合で、アフリカに生息する際が殺されていた。北サ際の個体数は減り続け、2014年10月18日、生殖能力のあった。 唯一のオス、スギの死体が、オルペジェタ自然保護区内で発見された。2014年12月には、アメリカが衆国カリフォルニア州のサンディエゴ動物園で飼育されていた、アンガリフという名のオスが死亡し、スーダンは、北シロサイで最後のオスとなった。2015年の初めには、北シロサイの個体数は、ドブール・クラーロベー動物園とサンディエゴ動物園、そして、 オルペジェタ自然保護区にいるスーダンとナジン、ファトゥの合わせてことをのみが残されていた。2015年7月31日、ドブール・クラーロベー動物園のメス、ナビレが卵巣の放破列の合併症で死亡した。同年11月、サンディエゴ動物園のメス、ノラが感染症と農用の悪化によって安楽死となった。ノラの死によって、スーダン、ナジン、ファトゥは、 地球上で最後に残った北サイの個体となった。3頭は武装したレンジャーに24時間警護され、体には無線送信機が取り付けられた。スーダンの角は密漁者の攻撃から守るために切除されていた。スーダンは高齢で生死の数が極端に少なくなっていたため、ナジン、ファトゥとの間に子孫を残すことは非常に困難と見られていた。2017年、 スーダンはアメリカ合衆国の大手デートアプリティンダーに世界で最も結婚相手にふさわしい独身男性として登録された。これは北城際の体外受精による人工繁殖に要する資金を集めるためにティンダーとオルペジェタ自然保護区が合同で企画したものであった。目標とする資金は900万ドルで解除生殖技術の研究に充てられた。この研究が成功すれば 最の人口繁殖実用化が大きく前進するものであった。同年末、スーダンの右講師が感染症にかかった。獣医師のチームが診断と治療にあたり、経過は良好であった。2018年に入るとスーダンは通常と変わらない、生活に戻り、餌も普通に取れるまでの回復を見せた。しかし3月初旬に、最初の幹部のもとにさらに重度の感染症が見つかった。 24時間体制で11チームが治療に当たっていたが、今回の回復は遅かった。3月4日、スーダンは一度立ち上がって静かに草をはみ始め、回復の兆しを見せた。しかしその後病状が悪化して、立ち上がることさえできなくなった。11チームは、スーダンの苦しみを長引かせないために、3月19日に安楽死させた。 オルペジェタ自然保護区の最高責任者を務めるリチャード・ビーンはスーダンの死について以下のように声明を発表した。スーダンの死に保護区の人間は打ちひしがれています。彼は北城蔡という種の偉大な象徴でした。絶滅の危機に直面している蔡を含む何千種もの生物たちへの世界的な認識を高めたとして彼の功績は記憶されるでしょう。ハフポスト 2018年3月20日、スーダンが死ぬ前から研究者たちは体外受精による種の保存技術開発を続けていた。スーダンとスニの精子はベルリンにあるライプニッツ野生動物研究所で冷凍保存されている。ナジントファズは高齢で繁殖が困難なため近縁の南シロサイを代理母とする研究が進んでいる。 2018年7月、科学誌ネイチャーコミュニケーションズは、ドイツ人科学者たちによる研究開発チームが、サイのメスから乱母細胞を取り出すことに成功したとの研究結果を発表した。科学者たちはすでに死んだオスのサイ2頭の精子を用いて、肺を作る方法に取り組んだ。この肺は、北白サイの近縁種から採取した卵子を使って作られた。 研究開発チームの一人は完全な北サイの子供が3年以内に生まれるのを期待していると述べたという。ただし、新シシナなィ動物園のテディーロス博士はその期待を楽観的と指摘した上で、サイにおける肺移植は研究の初期段階で、サイのどの種でもまだ成功したことがない北サイを手に入れるのは困難で、その数も限られるだろう。 おそらく生成された肺はすべて、代理母となる個体が準備されるまで、冷凍保存される必要があると述べている。その他に、2015年に死んだメスのナビレの卵子と、組織がイタリアの研究機関に保存されている。ナビレは、卵巣農業のために子孫を残すことはできなかった。ものの、健康だった方の卵巣から卵子を保存することが、可能であった。ありがとうございます。